ファスティング中の注意点とか、っていうのを実際に体験された方、今回ですねちょっとハードな体験もされたみたいなので、そういったところを実際に、お話聞かせていただこうと思いましたので、お話聞かせてください。はい、お願いします。今回僕が一番最初、あれ一番最初何月でしたっけ、サポートさせていただいたの、去年の3月ぐらいもうちょっと張っていいですよ、これ声だけですから、去年の3月ぐらいにファスティングを初めて僕が実際にサポートさせていただいて、その時は割とスムーズにいけましたよね、はい、その時一番最初の感じってどんな感じだったか教えていただいてもいいですか。一番最初の感じ、もうちょっと声張ってもらえて聞こえないからさ、まず感動したのが、はい、1日目にもう朝起きた時に、はい、腰の痛みとかが、あんなに強かったしびれとかがなくなったっていうのが感動でした。うちは腰痛専門の整体院って形でもやっているので、そこの腰痛としてお悩みで、来られてた患者さんだったんですね。で、残りちょっとの痛みとかしびれの感じっていうのがどうしても取りきれなくて、体の内側内部のところにも問題があるんじゃないかなと思ったので、ファスティングっていうところをお伝えさせていただいたっていう経緯があります。はい、その感じが1回目ではだいぶ改善していきましたっていうところですよね。そこまで大丈夫ですか。はい、めちゃめちゃ緊張してるみたいなんですけども、それからは、ご自身でですね、私のマニュアルも参考にしながら、2回目っていうのはされました。2回目したのはいつでしたっけ。あれは6月ぐらい、夏秋ぐらいでしたよね多分ね。はい、1回目のファスティングが終わった3ヶ月後4ヶ月後ぐらいでしたよね多分。そこでもまた同じようにファスティングをされて、体の内側の状態っていうのを整えて、デトックス、ダイエットっていう形でされていきました。で、今回が3回目になって、冬ですね、1月終わり2月ぐらいですか。はい、はい、2月ぐらいにファスティングをされて、今回はちょっとですね、大変な思いをされたっていうことなので、それについてちょっといろいろ聞かせていただきたいんですけども、今回はどんな感じになりましたか。今回は、ファスティングの回復食を始めようとしたあたりで、はい、インフルエンザにかかってしまいました。インフルエンザっていうことですね。はい、はい、2月の真ん中ぐらい結構寒い時期で、そうですね、はい、はい、それから、どんな形でインフルエンザになってしまったんですか。職場でちょっとインフルエンザが流行っていまして、気をつけなければいけないなと思ってたんですけども、実際インフルエンザが流行っているところにいらっしゃった方にちょっと接触してしまう場面がどうしてもありまして、多分そこの場面で移ってしまったのかなっていう。なるほどですね、はい。ファスティングをしていくと食事を取らないわけなので、今までのそのまでの栄養状態だったりとか体質とかにもよりますけれども、免疫が落ちちゃう場合も中にはあります。免疫と戦うような細胞とかっていうのは食事のものからも、かなり大きな部分を占めていきますので、ファスティングをする時の環境ですね、そういった環境が、例えばそうやって、インフルエンザにかかっている方が多いような状態とか、すごくウイルスにさらされるような状態でファスティングをしてしまうのはやっぱりちょっと危険な面もあったりするかなっていうところが身をもって体感されたっていうところですね。はい、今回3回目は、2回目3回目もそうですけども、私のサポートもなく、されていって、私もそういった状況がどうしてもつかみきれてなかった部分もあったので、今回ですねこういうことになってしまって本当に僕も自身も申し訳なく思うんですけれども、はい、そういったところも含めて、やっぱり専門家のサポートであったりとか、そういった職場の、職場だけじゃなくてそういった自分の置かれている環境とかっていうところも考慮しながらやっていく必要がありますよっていうところを、今回、
もう身をもって体験されてどうしてお伝えしていきたいっていうことだったので、まあ私の口からベラベラ話していきましたけれどもそんな形の内容かなと思います。合ってます？はい。よかったよかった、はい、OK。 他にもお伝えしたいこととかってありますか？結構ファスティングをやってみようかなとか、私もできるかなって思われてる方って結構多いと思うんですけど、はい、実際やって、まあ、その環境だったりとかタイミングっていうのは置いておいて、ファスティング自体はどうですか？ファスティング自体は本当に、はい、今回はもう本当に痛みという痛みが、一部ちょっとしつこいものが残ってましたけど、はいはいはい、本当にびっくりするくらいに痛みが全てなくなって、腰痛がなかった頃の自分ってこうだったのかなっていうくらい本当に、そこは嬉しい反応だったので、本当に痛み、しつこい痛みがある方とかは、はい、ぜひやってみるのがいいのかなって私は思いました。そうですね、痛みとかに関しても改善してくる方って結構おられます。それは例えば、まあ、私の感覚ですけど、それは腸内の問題であったりとか慢性的な炎症っていうところが腸の部分に、あるのかなっていうふうに考えてます。そういった状況が食事を取らないだとか、一旦食べ物をリセットしていくっていうことによって休まっていったり、中のものもきれいになっていくので、そういった面で痛みとかしびれの部分で お悩みの方でもかなり状態というのは改善してくるっていうのがファスティングのまたすごいところだなっていうのは感じています。はい、そんな感じでしょうか？あともう一つ、はい、あともう一つ、はい、とてもいいことがあったんですけど、排便なんですけども、はいはいはい、出づらかったものが、今回のファスティング終わってからもう本当に何だろう、いい形のものが出るようになって、すっきりできるようになりました、なるほどですね、便の状態も変わっていくっていうことですね、はい、やっぱり腸内環境を整えていくには一番手っ取り早い方法かなっていうのは思います。これからは、食事の状態、まあ、食事の内容もそうなんですけど、それをどう自分の体に取り込んでいくのかっていうことも大切になってきますので、結局吸収できなければ物を食べてても意味がなかったりしちゃいますから、そういったところも含めて、これから私もサポートしていかないといけないかなっていうふうに考えてます。はい、ちょっとお話をまとめると、まずは、いい面としては、痛みやしびれだったりとかっていうのも改善していったりもしますし、腸内の状態っていうのも良くなっていきますが、そこの置かれている環境であったりとか専門的な知識、あとはいろんな正しい情報っていうのがないままにやってしまうと、多くの方に迷惑をかけてしまったりだとか、ご自身でも辛い思いをしちゃうことにもつながっていきますので、そういったところも含めて、ファスティングっていうところを正しく健康に安全にやっていただく必要があるのかなというふうに思います。はい、大丈夫そうですか？はい、よかったです。めちゃめちゃ緊張されてて、もう息が詰まってる感じがしましたけれども、せっかく治療したのに肩がこんなになってましたからね大丈夫かなと思いますが、今日はそんな形で、お伝えさせていただきました。私もやってみたいなとかっていう方は、まあ、LINE の方で無料で相談っていうのも受け付けてますし、お困りの方がいれば何でもご相談になりますので、ぜひご相談ください。はい、よろしいですか？はい、大丈夫。よし、じゃあ美味しいご飯を食べましょう。はい、はい、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。